はいどうも、ドイスです。今回もロックマン脱出やっていきたいと思います。目的地はポクテの村でしたよね。まずはポクテ村に行けばいいんだったね。もしかしたらテレビで見たあのお母さんにそっくりな人にまた会えるかもしれないし、頑張っておじいちゃんたちの手伝いしようね。なんか今日も滑舌が怪しいな。まあしょうがないか。今日は日曜日なんですけど、昼前に起きて、午後1から TRPG のタクを、まあ3時間ちょっとぐらいやって、んで、その後、まあ飯とかをいろいろ食って、ゆっくりして、今夜なんですけど、ね。また寝る前収録ですよ。画面が動いてないとダメだね。開発ができそうなアイテムがそこそこ集まったので、ちょっと一回開発できるものがないか見ていきたいと思います。壊れたモデルガンはなんか鉄のバレルみたいなのがあればって言ってたんですけど、ロングバレル手に入れましたので、はい、できるみたいです。マシンガンアーム、前作にも出てきたっけかな。この辺はあまり覚えてないんだけど、まあ序盤で手に入りがちな特殊武器ですね。で、強化ギアは、ドリルみたいなもの、ドリルアームができるのかな。で、ロケット花火が追尾攻撃の専門知識があれば何か作れると。まあホーミングミサイル的なものができるってことでしょう。アクアブラスターは攻撃能力持たないので、とりあえずマシンガンアームにとりあえずしておいて、今金は1段階ぐらいは強化できそうか。どうすかな。マシンガンアームね、正直な話そこまでこれに強化するお金をかけてもしょうがないという気持ちはあるんだけど、僕は持ち金を基本的に全部使っちゃうたちなので、連射性と攻撃力を上げておくか。やっぱ弱いやつから順番にその上げていきたいですからね、基本的には。そういえば下の方の修理って終わったのかな。修理終わったよ。これでいつでも入れるよ。やった。じゃあそっち見に行こう。僕は寄れる寄り道はもうバンバンしていくって決めたんだ。ここはトイレだっけ。トイレか。ここは大丈夫だな。こことあとキッチンの方が入れなかったはず。あー、なんかありそう。強力モーターを見つけた。もう中には何もないと。脇のこういうのには段ボールとかそういうのには特に何もないので、強力モーターなんだっけな、なんかバキュームアームに必要だったような覚えがあるんだけど、散らばったディフレクターを集めてくれるやつですね。心が和む明かりだ。勇ましいフラッター5の枝、斜め下からの角度が活かす。これいいっすよね。背景だからといって全く見栄えが悪いということはない。何もない。ほう、ソファーも特に何もないか。ロールちゃんが入れてくれるコーヒーは美味しい。羨ましい。うまいコーヒー飲みてえよ。僕も豆ひいて自分で入れるんですけど。これ風呂だったんだ。お風呂掃除は僕の役目だ。水垢はこまめに取らないとカビてきて厄介だ。そうだよな。この鏡はお風呂に入っている時も曇らない仕掛けになっている。あれかな、裏側からヒーターかなんかで温めるやつあったよね、確か。それによって結露を防ぐみたいな。キッチンなんかあったっけかな。あ、広いな。あー、まあでもそこそこ、そうか、この辺でデータが走り回っても大丈夫ぐらいの広さだったもんね。ここのお皿は船が傾いても落ちてこないようになっている。皿置くところに仕掛けがあるのか、それとも扉が傾きに強いようになってるのかって感じですね。これゴミ箱かな。お皿やコップを洗ってくれる便利な機械だ。これのおかげで随分楽になった。おー、すげえな。食器洗浄機入れてるんだ。
清潔な流し台だ。たまにデータも料理の時に使っている。そうだよね、オープニングで家事やった時に今日のおやつ作ってみたいなこと言われてたもんね。コンロ、火事を起こすぐらい強力な火力のコンロだなんでそんなもんを船の中に導入したんだろうな。まあでもそんぐらいの火力が出ると中華料理とかがなんか家庭のやつだと火力がちょっと弱いみたいなのがあるっぽいですけど、まあそういう問題は解決できそうですよね。これは特に何もないか。あ、何もないんだ。キッチンカーは何もないか下の方は確か前回とか前々回ぐらいに探索したんで、もう一回ちょっとアイテム開発見てみようかな。その強力モーターっていうのが今あるやつで、多分まあ組み合わせはできないんだろうけど、何が必要かっていうね。吸い込むもの、はいはい、 OK。 じゃあまあとりあえず移動しますか。お金集めとかはなんか1段階上のアーマーが手に入ったんだけど、今んとこいらんのかなとちょっと思ってるので、ポクテ村ここか。行く場所が赤くなってくれるのはありがたいけど、どうしよっかな。禁断の地晴れたから様子見に行ったりしようかな。前か、進めるか。寄り道はしたいけど、基本的に録画してる以上はストーリーを先に進めていきたいですからね。これすごいよな、はしごを下ろしてこの状態で飛んでいられるっていう。あ、今はこれはあれか、町の扱いだから、はいはい、キックと、あ、古文だ。よう、無視すんな。あ、あんまりやるといじめになりそうで嫌だな。なんかこっちにあるな。あれは、あれがダンジョンの入り口だっけ？なんかそんなのがあったような気が。ごめん今話しかけれると思ったんだけど、あ、ダンジョンだわ。あー、先に一回り見てこよっかな。バスターも多少カスタマイズしたし、あー、いいじゃん、いい金落とすね。先に来といてちょっとだけ正解だったかもしれん。あいつは火炎放射かなんか吐いてくれていたのかな。待って、お金を取り逃すのはあまりにもったいない。ああ、近くにいるのはそいつだけか。マシンガンアームもできるんだけど、こいつはね、盾を構えられると面倒なんで、こんな感じで。索敵範囲外に出てしまえば、あとはまあ大丈夫なんだが。どっちも扉か。マップってどうやって見んだっけ。ここからか。まあつっても進んでみないとわからんか。行きます、帰るか。ミミズモード、あ、金もったいね。あ、金もったいね金もったいねえけどダメージを受けたくねえ。囲まれることだけはちょっと、
なんかミミズ抜け湧きしてない？気のせい。まあ一旦こんなもんで落ち着いたか。大丈夫そうだね。ああそうだ、特殊武器のマシンガンアームなんですけど、個人的にちょっと性能が微妙だと思ってて、ああそうそう、こういう穴場の一応宝箱扱いですので、そう、個人的にちょっと性能が微妙だと思ってて、なぜかというと、マシンガンアームは撃つときに足が止まっちゃうからですね。だからまあ前作はなんかロックバスターからちょっとバレルがピョイって伸びたような感じの見た目してて、今作はちゃんとなんかドラムマガジンがついててマシンガンっぽくなってるんですけど、見た目は今作の方が好きなんだけど、でもまあやっぱりちょっと使いづらいことに変わりはないかみたいな感じはするなんてね。よいしょ。まあ2体倒せば、おっとっと、お前らも近づいてきてるわ。あんまり近寄りたくないんだよなあいつら。跳ね返ったバスターが食らってるなお前らに。うわ嫌なやつがいる。あいつ爆発すんだよな。そうそうそう、しかも爆発するし巻き込むんだよこれ。まあ一体ずつ沈めていこう。ガードされるな。いった、甘いわ。オッケー。何がオッケーなんだか。やっぱマシンガンアームはまだ火力不足感がありますね。多分威力を優先で上げちゃえば使えなくはないことだと思います。まあもしくは活用方法を僕がまだ完璧に分かっていないかっていう感じですけど、小型爆弾の設計図いいですね。前回だとマインアームだったかな、グレネードアームだったかな、なんか設置式の地雷を置くことができるっていうやつがあった気がするんだけど、おっと待てよ、こういうのさ、あダメだ、あーなぎ払ってもいいんだけど、そっか、今作は青いゲージが武器エネルギーで、おっとと、トラップか。まあ確かにあからさまだなとは思ってたけどさ。よいしょ。はい。そら扉入って目の前に宝箱あったらさすがに怪しいよ。ああ。これがあれですね。ドリルアームで破壊しないと先に進めない壁ですね。密着するとなんかそういうの出ないか。ってことは今行けるのはまだ左行ってないか。今回はダンジョン探索会だな。こういう時にねこれを うまく使えればいいんだけど。あれ、あまた出るんだお前ら。倒していこうかな。いった。やっぱ油断ならねえなこういう時は。オートロックオンがどっち向くかわからんってのもあるし、ただまあマシンガンアーム撃った分は余裕で回復できちゃってるから、まあこいつら倒す、こいつらがどんどん出てくるっていうんであれば
別に試し打ちがてらマシンガンアームガンガン使っちゃっていいってことだよね。おっと、いまいちどっちが有効打になってるのかわかんねえや。おっと、はあ、物騒だな。なんか敵の背中取ってるな。おっとっと、ビビった。こういうタイプのやつもいるのか、忘れてた。6500ゼニ、馬。これはアーマーの買い替え結構余裕でできちゃうパターンじゃないかな。これ回数なんだ。ロックバスターの威力とかじゃないんだね。お前はなんかトラップの宝箱が多く出てきたからお前も怪しいんだが。あ、大丈夫だった。2800ゼニ、うめえ。うまいけど後半に行くたびに橋田金になっちゃうんだよな。悲しい悲しい。お前はなんかトラップボックスが多いからこいつも警戒しちゃうんだよな。4000ゼニうめえ。何回同じこと言うんじゃん。ここは宝箱か。じゃあ次行くか。あら、こいつもあれかな、案外ロックバスターじゃなくて、あ、ロックバスターっていうか単発の威力っていうよりは何回攻撃当てたかで死ぬって感じなのかな。いまいちわからん。わお、はい。ああ、でも攻撃力1段階強化でも案外今のロックバスターと同じぐらいの攻撃力持ってんのかもしれないですね。そう考えるとバカにはならんか。お、開発メモ2でもなんて書いてあるんだろう。ロールちゃんならわかるかな。なるほどね、多分これがなんかの設計図とかそういうことになるんでしょうか。いいな、開発が楽しみだぞ。今んとこロックバスターよりも攻撃速度が速いから時短になるかもしれないですね、マシンガンアーム。まあデータに話せばエネルギーチャージしてもらえるから別に弾数、特殊武器使って金取られるわけじゃないし、ガンガン使ってっていいのかもね。僕ケチだからあんまり特殊武器ガンガン使うプレイはしないんですけど。あ、いったちょっと避けるのを怠ってしまったな。お前が本物か。2500ゼニ。壁の穴とかな、ちょっと見逃しがちだから気をつけて見ていこう。二度見してね。大丈夫そうか。にしてもな、敵の背中取ってるけどどういうことなんだろうこれ。もしかしてドリルアームで壊さなくても回り道すれば来れてるってことだなこれな。なるほどね、繋がっちゃったか。あれ、じゃあ思ったよりも早くポクテ村の入り口んとこのダンジョンは攻略完了ということか。これは多分全部回ったよな。ダウン、そうだね、ここがつながって
そうだよな。ぐるっと一周回っちゃった。あ、まだ一つ行ってないわ。よかった。ちゃんとマップで確認するのは大事だね。こっちの扉か。さっきダウンってあったからね。なんかいる。あ、早いわ。あとさ、今ちょっと気のせいじゃなかったらマシンガンアーム打ちながら歩けるくなかった？あれか、マシンガンアーム打ちながら歩けないのって前作までで、実は今作歩けるのか。だとしたらそれは認識を改めなければならない。わお、雰囲気が変わったぜ。一体何が起こるんです？わお、お前、お、ああ特に何か言うことがね。だって初期バスターで勝てた相手がさ、今出てきてもさ、何も言いようがねえよ。こいつもあれかな、いつかあの複数まとめて出てきたりすんのかな。だったらやばい。一応マップを全部埋めてですね、壁の穴的なものも特にないか。なので、ほら、リフレクター。マジか。え、いいの？抜いちゃうぞ。あ、よいしょ。リフレクター B を手に入れた。なんだ、てっきりあの、コブンたちがいたから、ディグアウトは終わったもんだと思ってたけど、全然でしたね。まあ何もなきゃ外までカットしてもいいかな。ほんでエネルギーチャージを行って今回は終わり。ああ早い。マシンガンアームを打ちながら歩けるわ。はい、戻ってきました。早速開発ルームで見るぜ。開発メモに遠距離攻撃について書いてあるメモ。お、これは丈夫な筒。跳ねるもん。うん、うん。なんだ。じゃあ、今んところ何かできるわけじゃないのか。どうしよっかな。なんか案外マシンガンアームが使いやすいことが分かったんで、射程はいいかな。案外メイン火力として信頼できそうな感じがする。すげえ額になるな。あ、すげえ額になるな。じゃあ段数か。15000。射程、射程最後でいっか。やっぱ近距離とはいえ、やっぱ今のロックバスターぐらいはバッチリ届いてくれるから。段数。まあ多分あの、カスカスになるまでどれぐらい撃てるかってことだよね。まあこれぐらい強化しといてもいっか。じゃあまあこれでじゃあ村の方に向かっていくか、一旦セーブして。